はい、こんにちは。今回ご紹介しますね、車というのは、こちらになるんですが、これはよいしょ、フォルクスワーゲンの、ね、シュボレーの、ベルエア、の、コンセプトカーなんですね。で、これは、50年代を一世風靡したベルエアの名を復活させ、レトロなスタイルのコンセプトカーが、誕生したんですね。で、これは4人乗りのオープンカーで、直立極筒の 3.5 リットルターボが、後輪を起動したということでね。これが2002年の時にデトロイトの東京モーターショーみたいなやつですね。デトロイトショーで、出てきたんですね。で、それで出てきたから、じゃあベルエアが出てくるのかしか、確かベルエアは出てきたと思うんだけど、このオープンカータイプのこれに関しては、残念ながら出てこなかったんですね。だから、非常にこのスタイル的にもいいし、なかなかいい車ではあったんですけどね。ただ、残念ながら、出てこなかったっていうのはね、これがオープンカーで出てこなかったら非常に悔やまれるところではあるかなと思うんですが、なかなか全体的にスタイルにしても、非常に、いいなというふうに思いますね。このシュッとしたデザインというか、ちょっとこう、なんていうのかな、こう、丸みを帯びてるようなね、デザイン、これがやっぱり好きですね。で、これはマイーストからして発売された、車になります。ですので、マイストに発売されたので、日本では、ちょっとね、出たこともないし、アメリカでも販売されることはなかったんですが、非常に良い車だったということですね。で、内装がこんなようになっています。ただ、コンセプトカーっていうのはね、やっぱり時代の通り、やっぱりこう、コンセプトカーだから、その時代のことを知ってる人は、いいんだけど、これが世代がね、どんどん新しい時代になるわけじゃん。そうすると、その時代に生まれなかった人たちがどんどん出てくるから、そうすると、コンセプトカーってその時代の限りにしか出てこないから、そんな中で、車種として、車として採用されて出てくるものもあれば、不採用になってしまったものもあるわけですね。で、そういうコンセプトカーもたくさんあるので、そういった中でだとね、やっぱり時代とともに知らないって人もいるかもしれない。だからこれが出たのが1900、ちょうど2001年ぐらいかな、の時だったんで、その時にパーッとこうベルエアが久しぶりに50年以来だったかな、久しぶりに出てくるってことで、それでコンセプトカーで出たってんで、で、これでベルエアが復活すればいいね、みたいな感じだったんですね。で、それで、マイストなんかはそのことを知っていて、じゃあ、ミニカー化として、ダイソーのね、100円ショップで出してみたらいいんじゃないかってことになって、で、当時ダイソーのミニカーショップとして出したんですけどね。これは当時新車で買った記憶がありますね。で、非常にいい作りだって、ことのを覚えていますね。でもなかなか100円なんだけどよくできていて非常にいいなと。この赤いワインレッドの赤の色がまた何とも言えなくて、素敵な色だなと思いましたね。どうもありがとう。